はい、こんにちは。今日は流行ってきてるアーティスト紹介します。アート好きの間では話題になってて、もう世の中に出るんじゃないかっていう人を今日ピックアップして見つけてきたので話そうと思います。で、アーティスト名がバックサイドワークス。聞いたことないと思うんですけど、とても可愛らしい絵を描く人で、基本女の子の絵を描いてます。可愛らしいアニメがポップアートみたいな感じの女の子のような綺麗な絵を描いてて、うさ耳の女の子だったり、ちょっとヘッドホンをつけたDJ やってるような女の子を描いてたり、なんとか、まあ可愛らしい絵をたくさん描く人です。僕がなんでその人が今注目されてるかなっていうのを思ったかっていうと、この前天王洲であったアートフェアに行ってきたんですよ。で、アートフェア馴染みがない人が多いと思うので少し説明すると、日本全国からアートギャラリーが集まってきて、そのアートギャラリーごとに推しのアーティストさん、そこに所属してるアーティストさんの作品を出していく段階になってて、天王洲にあるアートコンプレックスっていうね、すごい大きいビルがあるんですけど、もうそこの3階から5階まで全部アートギャラリーが埋め尽くしてて、それぞれがアーティストを持っていて、アーティストが作品を出してる空間があったんだよね。で、4日間か5日間ぐらいだけの開催だったんだけど、2000何百人ぐらいこのコロナ禍において来たんだよ。割ともうそのアート好きにとっては、まあそこは見といて、とりあえず見とくみたいな結構人気な場所だったので、そこでそのバックサイドワークスさんの作品が初日で完売しちゃったの。これもなんかそのアートギャラリー界でもちょっとびっくりぐらい、もうみたいな、なんか並んでたらしくて、もう全然買えなかったっていう。グッズというか作品だね。作品が完売とかあんの？もう売れちゃった。結構高いでしょ。うん、値段ちょっと分かんないんだけど、もう人気すぎて売れちゃったっていう。明日の20時、明日の20時、何日だ23日の20時にバックサイドワークさんのステッカーが公式サイトから発売されるらしいです。で、それ1個500円なので、1人1個までしか買えない、もう超限定商品みたいな感じで、ファンとか好きな人たち、アート好きな人たちはもうみんな目向けてるやつで、多分売り切れちゃう、すぐ売り切れるから、みんな多分8時7時59分58分とかでもみんな全力で待機して買うような多分人気作品になると思うんで、多分ちょっと時間がある人とかね、興味ある人はぜひ買ってみてほしいです。多分500円だからね、僕もちょっと明日買おうかなと思って、待機しようかなと思ってるんで、なんかそれの結果がねまた出たら話したいと思います。なんで今日はバックサイドワークさん、もう今これから撮るアーティストさんだと思うのでご紹介しました。僕も大好きなアーティストで、すごい可愛らしい雰囲気なので、ぜひ見てみてください。以上、ありがとうございます。